続いては女の子の見逃せない情報を紹介する先取りティアリーのコーナーです。このコーナーでは知らなかったらヤバいアイテムやこれから来る商品人物などを紹介していきたいと思います。そのテーマが書かれたカードがこちらになります。青木さん、気になるのありますか？面白いのいっぱいあるね。うん、あるね。ただ一番気になるのはやっぱり炭酸生態っていうのがすごい気になる。確かに炭酸も流行ってますもんね、近年ずっと ね、うん、何でしょう、いろいろシャンプーとかもね。炭酸生態っていうのは何なんでしょう、これ。はい、さらに、はい、それは私の担当です。ナチョス、はい、おポトフ、ナチョスです、はい、今回紹介する炭酸生態スプレーを紹介してくれる炭酸生態協会アンジさん、そして中野さん、東野さん、本間さんが来てくれました。おお、よろしくお願いします。生態師さんですか？そもそも炭酸生態って何なんですか？炭酸生態というのは、はい、この炭酸の効果を皮膚から浸透させて新感覚の生態となってます。あ、なるほど。新感覚、はい、新感覚どういうこと？ね、どういうことなの？ね、全然わかんないかも。以前はですね、この赤いスプレーがあったんですけども、はい、今回はその今持っている白の、美容に特化した、商品としてですね、今回新しい製品を作りました。へえ、実際見たいですね。ね、どんな風に使うか。うか、はい、まあ、体に直接振りかけると、うん、例えば体が柔軟柔らかくなったりとか、はい、すごい。今僕炭酸スポーツトレーナーっていう協会の代表も務めてるんですけど、スポーツ選手にかけると、うん、例えば走る前にかけたらすごく走るのが速くなったりとか、うん、泳ぐ前にかけると泳ぐのが速くなって、あと歌手の方もうちのクライアントでいるんですけど、はい、声がやっぱり出やすくなったりとかっていう効果がありますので、すごい欲しいですね。じゃあせっかくなのでちょっと実際にやってもらいましょう。ほうほうほう、はい、ちょっと青木さん、俺青木さん普段運動とかサッカーとかもするって聞いてるんですけど、確かに確かに、アスリート青木として、そうですね、はい、そうですね、そうですね。ということでアスリート青木が体験。じゃあ実際体験していただきたいと思うんですけど、はい、まあ、さっきお話ししたように、言ったらかけるだけで、はい、まあ、柔らかくなったり、まあ、痛みが和らいだりとかっていう効果が期待できるんですけど、はい、ではまずちょっと僕らがいつもスポーツのイベントとか美容のイベントで体験してもらってることをちょっとやっていただきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします、はい、では簡単に というかちょっとしんどいところとかあります？肩凝ってるとか肩甲骨とか、ちょっと触らせていただいてもいいですか？肩甲骨とかはいつもちょっと痛くなる時ありますね。本当にちょっと右の方が結構張ってるんですけど、はい、で体のちょっと動きをじゃあチェックしていきます、はい、右手指さしていただいて、で動かしていきます。でこの辺で結構痛いですよねでもこの辺で動き固まっちゃうんですけども、青木さん一回右振り向いていただいて、この辺指さしてる感じを覚えておいてもらって、はいはい、はい、そうですね、これ皆さん覚えておいてくださいね、はい、そうだ。でまあ、炭酸っていろんな効果があるんですけど、細かい説明よりもまずはちょっとこちらの炭酸スプレーをかけさせていただきます、はい、でも服の上からでも大丈夫なので、こんな感じでかけちゃうんですね、はい、どんな感じなんですか今？今炭酸が皮膚の中からどん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 こう浸透して血管の中に入って、まあ言ったら血流がどんどん良くなってるんですね、はい、でちょっと体の力抜いてもらって、じゃあもう一回右手、あ、普通に触ってもらって大丈夫ですか？すいませんじゃあ右手指さしていただいて、楽にしていただいて、スーッと動かすと、後ろ向いていただいてよろしいでしょうか？怖い、はあ、怖い、どうしよう。あと今シューって腕に一振り、はい、そうなんです、かけるだけで、でしかもこれがお家でも使えるというか自分でできるバージョン、え、ちょっと信じられてないや、なんかもうすごいね。じゃあアキちゃんやってみて、はい、アキちゃんぜひぜひぜひ、いやこれすげえよマジで。まず右手を指さしていただいて広げていただきます。痛くなっちゃう、痛くなっちゃう、ここで結構、ここで結構痛いですね、はい、OK です。じゃあ、あ、肩甲骨ゴリッって言いましたけど、はい、よく私骨鳴るんですよね、骨鳴るんですね、でここら辺でこう突っ張ってくるんですけど、でこれも同じようにカサッとこういう感じで、これもほとんどこう匂いもないですし、はい、水に濡れる感じも全然ないかも、結構ドライなガスなんで、はい、これでこれだけでも大丈夫です。ここでいくとずっとこんな感じです信じたくないそしてザワチンも体験。
でも結構柔らかい。最近発売したあの白の炭酸バージョン、炭酸ミストなんですけど、こちらはあのもちろん体にも使えるんですけど、あの美容専門でちょっと作って、あの美容成分がたくさん入ってるんですね。あのヒアルロン酸とか、はい、プラセンタとか、あとはあのビタミン C 誘導という。やばくない？キモくない？ビタミンはどうですかね？え、全然ない。ないですよ。ない。感動しました。ありがとうございます。これいくらぐらいするんだ？これはですね、赤が1本2000円、白が、はい、3000円です。意外と、すごい5000円以上お手頃、体にもお財布にも優しいです。すごい、素晴らしい。こういうの合ってました。お財布やない人は一回買ってみるべきですね。本当に俺たちの体がバカじゃないって。バカじゃないけど、皆さんもぜひ体験してみてほしいと思います。というわけで以上、炭酸接待スプレーでした。